自民党の派閥の政治資金問題をめぐり、公明党の山口代表は同じ穴のムジナと見られたくないと述べ、自民党に対し実態を明らかにし再発防止策を取るよう注文をつけました。公明党は同じ与党なので、監視をもっと強めていただけたらなと思ってるんですけど。もうおっしゃる通りですね。同じ穴のムジナとは見られたくないです。しかしやっぱり連立政権ですから、ここはまずい、はっきり言うし。山口代表は18日、党の公式 SNS に自民党の派閥の政治資金問題についてこのように投稿しました。不祥事が多すぎる、政権自体の不信感が強まっていると指摘し、政治資金規正法の改正の検討などについて提案したいとしています。動画を投稿した狙いについて山口代表は、公明党の厳しい認識と意気込みを伝えたかったと説明しました。その上で、自民党は深く自分の足元を見て自浄作用を発揮する胸を張れる対応を取っていただきたいと指摘しました。